ニコン Z24-200mm アットサンシャイン水族館。ニコンの高倍率ズーム24-200mm でどこまで水族館の撮影ができるか試してきました。マリンガーデンではビルの上をケープペンギンが泳ぎ回っています。天空のペンギンを撮影するのはかなり苦労しました。次はお気に入りのハリセンボンです。高速連射をして撮りました。あまり近づけないので少し離れて望遠で撮りました。明るいマクロレンズがなくても撮影することができました。